はい、こんにちは、西村文夫オフィシャルです。今回はスキル動画で、ゲストに来てもらった松に、いろいろと話を、聞いていきたいなと思っております。はい、松よろしくお願いします。はい、フーミンサポート系 YouTuber まっちゃんです。毎年どこのタイミングで考えるとかじゃなくて、もうずっと決めてるのが、はい、自分の体が動かなくなったって感じたらやめようと思ってる。どのタイミングでも。はい、人生のベストマッチ。はい、ベストマッチっていうのは試合ってことですか？もちろん。もうお前のある意味全部ひっくるめたらあれでしょ、はい、あのバブリーダンスでしょ。バブリーダンスもう、はい、まさか自分があんなにやって、うん、もうあれになると思わなかったんで。だってあれによってその年のアワード呼ばれたよね。はい、そうなんですよ。賞取ってないけど。そうなんですよ。うん、めちゃくちゃ緊張しましたからね。いやよかったよ。いやでもそれこそ、まあ、僕もあんなに力を入れたの初めてですね、実は。いつもちょいちょいって やってからしかやんないんですけど、バブリーダンスだけは2日間マジで練習したんですよ。いやでも2日であれできたの。でもチア あのそのスタジオに行って、もう本当にもう練習生の気持ちでお願いします、よろしくお願いします、もう本当に踊りっぱなしで、うん、まあそれこそ帰っても自分で練習したりとか、うん、もうだからたまにシャワー浴びながら5、6、7、8タカタンタンタカタンタンタンプレイヤーだよね、その時。やりながらもやって、これこうじゃないなって。練習中もよけたりした？練習中もちょっとタカタンタンタンタカタンタンタン。今だから言えるやつ。そうですね、まあゲームのバスケット的に言うと、まあそれこそ記録の場面で言うと、実は2018-19 シーズンの12月27日の千葉ジェッツ戦で、あの B リーグ最多記録のアシストを作らさせていただいたんです。おお、そっか。そうなんですよね。記録的に言うとやっぱそれがベストマッチなのかな。うん、何アシスト？18でした。18？え、はい、そんなあったっけ？いや、そうなんですよ。そうです。記録にすごくないですか？いや、僕もなんかよく分かんなくて。18やばいね。僕もした記憶ないんですよ。あの B リーグ僕もした記憶ない、面白いね。B リーグの人がなんかやってくれたのは、それこそバブリーダンスの影響で。ああ、もう今のアシスト。いやでもなんかフリースローもなんか入ってるじゃないですか。ああ、もちろんね。あれも大きいと思うんで、まあ、ただあの試合結構久々に千葉を追い詰めたっていうか、多分ギリギリにまた千葉に追いつかれて。追い抜かれてって感じだったんで、うん、まあ数字的に言うとあれでなんですけど、まあそれがその時に田島さんがメインで出てたわけじゃないですか。うん、それ怪我をしてしまって初めてメインで出させてもらったんで、あの12月27と29、30のアルバルク2000っていうのは初めてメインでやらせた3日間だったんで、すごい楽しかったですね。あ、しかも強いチームと2つやらせてもらって、その3つが僕にとってのベストマッチですね。なんだろう、こう別にね、下とかじゃないんだけど、うん、はい、別にその記録に残るっていう選手ではないわけじゃん、うん、そのシュートも、はいはい、それがね、その時に限ってはね、記録にも記憶にも残るっていう、その本当にもうそのおかげで大学院も入れたようなもんなんですよ。いや、今それ記録まだそこ続いてる？続いてるらしいんですよ。あ、すごい、ね、いやだからまあ、でも僕改めて考えると、うん、18ってなかなか抜かれないんじゃないかな。いや無理だと思う。もちろんなんか、はい、B リーグになってから、はい、ワンドリとかフリースローもアシストになるから、うん、はい、その前以降って本当1試合のアシスト4本か5本で多いって言われてたのよ。言われてましたよ、ね、はい、そうで増えることによって7、8ぐらいになってきたとしてもよ、うん、はい、18はやべえ。いやもう本当に18はやばいから。いや18はやばいわ。いやだそれをね、あの文雄さんにいつか越してほしいなっていうのは。で言い訳としては、言い訳じゃないんだけど、うん、そういう意味ではそのね、ワンドリとかつく前の、うん、時に俺11アシストあるよ。はい、おお、それちょっと調べてみたいですね。どっかで。なんだけど、はい、そうね、あ、18アシストか。俺じゃあ分かった。引退試合40分出してもらって18アシストするわ。うわー、できそう。ちょっとやだな。ずるく。ちょっとやだな。うん、いやそれこそだって、富樫君とか2番に置いて、だって田口さんと原とかもいたら。そう。まあでもね、不可能ではないと思う。いや、本当そうです。今いい選手揃ってるし、うちも。はい、いや、本当に、まあ、誰かに越してほしい記録であるんで、もう引退して越したタイミングで何かじゃあ、はい、飯なり何なりね。いやもう越したら僕がご飯ごちそうしますよ。はい、今日いるこのチームみんな連れて。おーおー、多いな。ちょっと多いな人数。いやもうぜひぜひ、もうこれはね、機会にやりたいと思います。ぜひ越していただければなと思います。分かった、じゃあ、はい、ちょっとそこも狙いに行くわ俺は。はい、お願いします。はい、
マジですごいと思った選手と、はい、まあ、苦手だった選手、はい、マジですごいと思った選手は、うん、マジですごい、マジですごいか、マジですごいの、まあでもあの、あ、じゃああれだよ、はい、俺からすると、はい、マジって俺の中ですごいディフェンスがすごいいい選手、はいはい、っていう意味ではだからさ、この選手つきにくかったとかさ、めんどくさかったっていうのは多分いると思うの、はい、一番、まあ、やっぱ基本的に、うん、あの富樫選手が出てきてから、うん、小さいガードが増えたと思うんですよね。あ、そうだね、多分文雄さんも正直サイズある方じゃないですか、うん、で多分、うん、僕の下ぐらいから小さいガードが出てきて、そうだね、もうそのちっちゃい子たちがマジで苦手です。わかる、もうだって練習中とかもかわいそうなイメージしかないですもん。だって自分よりそれこそちっちゃい選手を毎日のようにマッチアップして、うん、わかるやるわけじゃないですか、うん、僕も身長185あるんで、うん、富樫選手なんかまあ約20センチぐらい低いんで、うん、そこをつくってなるともうきついよね。きついですね、本当にさ、この腰元のこの辺にスッて入られたらもう止めれないじゃん。いかれますね、それこそ藤永選手もそうですし、うん、もちろんもちろん、うん、そこが苦手でしたね、やっぱり。そこが一番、まあその170センチギリギリか以下ぐらいのプレイヤーが一番苦手でした、僕は。わかりやすいわ、そこが嫌でしたね。まあ、すごいと思ったのは、うん、最近ちょっとその昔よりかちょっとバスケットのことも分かってきたと思うので、まあ本当にバスケットの意味ですごいって思うと、うん、僕好きなタイプで言えば、うん、アルバルクの菊池さんとかですかね。翔平さん、はい、おー、まあいうタイプとかの方が好きですね。すごいと思います、正直、うん、我慢めちゃくちゃできるじゃないですか、うん、でチームのために正直もう、うん、ある年まで行っても我慢して、もうそれこそみんなのためにスペース取って、うん、いろいろディフェンスもやってくれるんで、うん、僕は最近などあそこのプレイヤーの人たちがすごいと思いますね。今名前出たから言うけど、はい、その俺も菊池さんはプレースタイルガラッと変わったじゃん、はい、あ、変わりましたね。わかる、はい、俺1年目2年目の時、はい、代表入った時に東アジアか何かで一緒だったんだけど、はいはい、その時もうパスなんかしなかったから、はいはいはい、全部スリーとドライブかましてたから、はいはい、投手の時すごかったですね。そうだから、その選手が今さ、うん、どっちかというとディフェンスにフォーカス当てられてるじゃん、うん、でさっき言ったスペース取ってスリー、はい、まあ、はい、たまにドライブ入れるけど、はい、本当にこうあの人もこう自分の中で成長過程でいろいろ考えながら、うん、今のこう道を見つけてってるんだなって思ってて、はい、俺も好きなんでしょ、はい、だから僕大好きですもん、うん、もうだから見ながらも、うん、そういう選手がいるから、うん、その輝く選手じゃないですけど、うん、そうだね、まあ、僕どっちかというとその影タイプなんで、まあ、そのおかげで、うん、あの光る選手もいるじゃないですか、うん、もちろんそういう菊池さんみたいな人にも、うん、やっぱファンの皆さんだったりも本当注目してほしいな、うん、僕は菊池選手は本当にすごいと思います、うん、はい、でそういえば僕聞きたかったことあるんですけど、川村選手とマッチアップしました、あの3人の時に、あ、したよ。あ、俺怪我で出てないかな。あ、出てないです、ね、あ、でも、はい、オールジャパンのあの、あ、はいはい、レバンガに負けた前の試合あそこでやってるから。あ、なんかどうでした。いや、すごいいい選手。あ、やっぱりそうなんですか。てかその高校生であんだけワンワンのスキルがあるから、はいはいはい、うん、あれはもう今後多分どこ出してもね、うん、いや僕も本当にもし自分らが福岡第一とだったりって考えたら、うん、ゾッとしましたね。嫌でしょう、はい、絶対嫌でしたよね。めちゃくちゃ嫌だった。しかもそれこ そ, そのポイントガードにフォーカスしてる選手がいるわけじゃないですか。もう絶対 もしアンクルブレイクされたらどうしようと思って。実は僕実は2年前ぐらいの天皇杯で大学生と試合した時にアンクルブレイクされましたからね、うん、絶対ここでもし川村君にアンクルブレイクされたら一生使われるとか、まあね、ニュースで今出るからね、バスケで、はい、そこのいいシーン出すから、マスがガツン焦げてるのもあるから、ね、はい、よかった俺も焦げなくて。よかった。そっか、やっぱり、いや、本当小さい選手ね、頑張ってほしいですよ。うん、ね、はい、これからもどんどん出てくるだろうしね。はい、もう富樫選手がみんなに勇気を与えてるんで。そうだね。はい、そこはもうみんな頑張ってほしいなと思います。うん。